イオン今池店は、愛知県名古屋市筑作今池5丁目にある、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。大英運営時代の店番号は0127。1969年11月30日、名古屋市における、大英第一号店として開業。大英の中部地方かつ、東海地方発進出店舗で、同地方の大英では最も歴史が古い店舗。 地上3階建ての建物。駐輪場は110台駐車が可能。開業当初は今池ショッパーズプラザが名称だったが、現在は、さきの名称は公式には使われず大英今池店の名称を表向きは全面に出している。2006年2月25日に改装工事を行った。2013年10月に再改装工事を行い、地下にあった。 食料品売り場が1階に移動した。また、大英がイオングループ入りしたことから、オリジン当手や G フットなど、イオン系列の専門店も新規入店した。2015年9月1日に、イオンリテール株式会社に同店の営業権が承継された。承継時は、大英のままで営業が継続されたが、同年9月27日をもって大英としての営業を終了し、 10月1日より正式にイオンへ名称変更された。広小路通りに面する大英通りの北側ゲート大英今池店が開業後、大英周辺を南北へ結ぶ通りとして、今池東南商店街の続称として付けられた。大栄がイオンに屋号を変更してからも、大英通りの名称は継続されている。ありがとうございます。